Bonjour et bienvenue dans Toco Toco, l'émission où on prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, la chanteuse Sawai Miku nous emmène découvrir la boutique de vêtements vintage Ice and Ashbury qui se trouve à Shimokitazawa, un quartier qui lui est cher. Konnichiwa, Sawai Miku desu. Nihon de singer-songwriter wo yatte masu. Ima Nihon wa manatsu de totemo atsui desu. Kyou wa watashi wa Nihon no Shimokitazawa toyu machi no High and Ashbury toyu furugiya san wo goshoukai shitai to omimasu. Sore dewa, ikimashou.私は今21歳のシンガーソングライターなんですけど、私が曲を書き始めたのが中学2年生で、それからずっと音楽家を目指して、頑張って音楽をやってきて、16歳ぐらいの時に東京に上京をしまして、私出身が大阪なんですけど、それでデビューに向かって頑張り始めたんですね。下北沢のボイストレーニングに通っていて、で学校が終わってそのレッスンまでの時間、毎週毎週下北沢を歩いて時間を潰さなきゃいけなくて、友達も全然いなかったので、それでブラブラしていてこの街の魅力に気づきました。で、初めてレコードを買ったのも下北沢だし、演劇を見たのも下北沢だし、あと今から紹介するその古着の魅力に気づいたのも下北沢という街でした。で、そこからずっと活動してきて今21歳なんですけど、改めてこうやって来てみると初心を思い出すというか、あ、こういう気持ちで東京に出てきたなとか、音楽を始めたなっていうのをすごく思い出すので、刺激というか、また頑張ろうっていう、ここから頑張ろうっていう風に思えるような街です。で、アニメのタイアップを最近やることがとても多くて、君と僕というアニメと、あとでキルラキル、で赤目がキルで、冴えないヒロインの育て方というアニメのタイアップをやっていて、あと楽曲提供という点では赤目がキルの第2クール目のエンディングテーマも私が曲を書いていて、声優の天宮そらさんという方が歌ってくださってるんですけど、そういうふうにこうアニメと最近音楽で私は関わるようになって、で海外にもそれで私の音楽を聴いてくださってる人がいるということで、とても嬉しく思っています。いつかはライブとかで行けるように頑張りたいなと思いますので、その時はぜひ遊びに来てくださいね。今セカンドアルバム憂鬱日和というアルバムが発売中です。で、このアルバムは私が20歳を超えてから作った、本当に一番最近作った曲たちの集まりなんですけれども、その中にはアニメタイアップのものもとても入っていますし、あとオリジナルで書き下ろした新曲で、とても歌詞とか曲とか、メロディーがとても面白いものになっています。ぜひチェックしてみてください。私が今日ご紹介する古着屋さんはこちらです。この大きなハイヒールとこの大きな矢印を目印に、日本に来た際は遊びに来てくださいね。というわけで入ってみましょう。私が生まれる前からある下北沢の老舗の、この古着屋さんなんですけど、今日本では70年代っぽい服装が流行っているので、最新の日本のトレンドを知るには多分古着屋さんに来て、あの店員さんにトレンドを聞いてみるのが一番だと思います。で、私は高校生の時に雑誌の撮影で初めてこの店に来てから、もうずっと通っているんですけど、本当に日本の雑誌にたびたび出てる人気のお店です。見てまいりましょう。すごい可愛くないですか？変わったものが多いですね。個性的、こういうスイカのバッグもそうですし、ガウチョパンツっていうのが流行ってるらしいです。多分 T シャツとか着てインしてベルトとかして履くと、
年の日本っぽい服装になるのかな。あ、かわいい、ね、これ面白いかも。イヤリングなんですけど見えるかな、ルーアンって書いてる、カタカナで。意味は私は分かんないんですけど、こんな感じかな。日本の女の子はこういうロック T シャツを本当にカジュアルに日頃から着ます。ジーンズに合わせて普通にロックに着る子もいれば、なんかこう可愛いスカートとかと合わせて女の子らしい感じで可愛いですよね。ウェディングドレスっぽいものまであるので本当に何でも揃っちゃいますね。はい、というわけで今日は私のお気に入りのヴィンテージショップをご紹介しました。日本に遊びに来た際にはぜひここチェックしてみてくださいね。私が皆さんに紹介したい言葉は日和です。日本の2に日という字に、和という字を書いて、とても漢字も日本っぽい漢字で日和と書くんですが、この言葉はなんかこういうことをするのにぴったりな日だなとか、とてもいい天気だなみたいな時に使います。で本当に、最近の現代の日本だったら何に当てはめても全然おかしくないので、例えばお天気がとてもいいから、あ、散歩日和だなとか、そういう風に使えます。で私の最新アルバムも憂鬱日和と言うんですけど、憂鬱な気分になるけどそれにぴったりな陽気だなみたいな、そういう意味でアルバムのタイトルもつけてます。ぜひ使ってみてください。今日は下北沢をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。他にも素敵なお店がたくさんありますし、音楽、そして演劇、ファッション、いろんな魅力が詰まっている街なので、日本に遊びに来た際はぜひ下北沢に来てみてください。そして私沢井美久の曲もぜひ聴いてみてくださいね。私もフランスでライブができるようにこれからも頑張ります。今日はありがとうございました。バイバーイ。